はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、この大空に翼を広げて、アゲハルートパート17、続きからやっていきたいと思います。そして、よし。問題なしね。やったー。試験結果が貼り出され、ソアリング部は俺たちも笠戸姉妹もみんな無事に、補習は免れたのだった。ギリギリだけどね。面目ない。アゲハと俺の総合順位が並んでいて、総合順位があと3つ下なら俺たちは補習だった。まあクリアしたから問題なし。さあ作るわよ。し、かくして終業式前からここに入り浸ってひたすら作業できる体制が整ったわけだけど、今日もやっぱりアゲハは姿を見せない。みんなそれぞれ黙々と機体を作り、あるいは操縦シミュレーターに向かっている。そうしているとやはりどうしてもアゲハのことばかり考えてしまう。ここでこの場所でしたわけで、グライダー作りが最優先、それが夢だから、まずそっち、告白も付き合うのもそれから。アゲハはそう言ったし、それはそれでわかる。登山に、なぞらえたあの話は感動した。でもだ、俺はあれだけはっきり勇気のありったけを絞って告白したんだぞ。せめて一言でいい返事ぐらい聞かせてくれたっていいじゃないか。嫌いじゃないとは言ってくれたけど、それで俺が安心するなんて当のアゲハだって思っていないはずだ。悪い人じゃないとか嫌いじゃないとか、そんなの断る時の決まり文句だからな。一言でいいんだ、好き、あるいはごめん、そういう風に葵のこと見られない。でもこの際構わない。どちらともつかない今の状態が一番辛いんだ。はっきりしろよな。まったくだわ。おう、はっきりさせてきなさい。小鳥がビシッと真横を指さした。ん？外。外が何か？出てけって言ってるの。ボケすぎよ。試験終わって嬉しいのはわかるけど、ずっとぼーっとしてため息ばかり、こっちが疲れるのよ。湖にでも飛び込んでボケた頭直してきなさい。これ会長命令。うえ、それで本当に外に出た。あっちへ。ちょうどいいや、あんちゃんの工場行こう。頼んでた部品もあるし、また新しいテクニックとかプロの技とか教えてもらえるかもしれない。アゲハとのことも正直に話してアドバイスもらった方がいいだろうな。残念、あんちゃん留守だった。しかもついさっき秘密基地へ向かったらしい。入れ違いかよ。頼んでいた部品はあんちゃんが持って行ってしまったので、俺は虚しく手ぶらで帰途に着く。秘密基地に戻るか。ちょっと中途半端な時間だよな。私もそう思う。だよな。おお、びっくりされた。驚くって、影の中にいた私に気づかないとは。青兄まだ未熟。そんな技を。姫木家に伝わる48の技の一つ。一つはケツキックだな。分かってる。お母さん直伝、もうじき免許改伝。頼むから俺で試すのはやめてくれよ。あれ、なぜ分かったの？分かるわい。実はお目付け役でした、アオニーの見張り。アゲハの言いつけか。私の主は私だけ。どの漫画で読んだっけそのセリフ。まあつまりホタル個人の意思で俺をつけていたと。なぜわかった、さすがはアオニー。ふっ、伊達にこの水瀬葵、姫木姉妹と付き合ってない。カッコつけて、風もないのに前髪なんかを手で撫でる。ダサい。ひどい。そういうのは美形がやるべき。密かに容赦ないね君。青兄はそんなことしなくてもかっこいい、好き。フォローありがとうよ。一世一代の告白が完全する。ああ、すまないな。そこでズキンと胸が痛んだ。一世一代の告白、いや確かに告白は大事に受け止めるべきだ。悪かった蛍。許して使わず。あ、許さないつもりだ。許してほしければちょっと一緒に来てほしい。
韻を踏んだつもりで踏めてないな。お買い物したいんだけど、いい？そうだな、この時間ならそれもいいか。一応小鳥にメールはしておいて、蛍と二人連れ立って歩いていった。文房具を買うという蛍に付き合って、その手のショップを回る。買いました。付き合ってくれてありがとうございます。深々とお辞儀される。いやいや、大して時間かからなかったし。その辺やっぱり姉妹で同じだよな。あーちゃんと？あ、チェックはたっぷり時間かけるけど、決めるときは一気に、全然迷わない。そうなんだ。そういえばこの前の俺の部屋で回転してたってのは何だったんだ？秘密です。俺の部屋だぞ。女の子の秘密。俺の部屋でのことなんだから、俺には知る権利があるだろ。ありません。時効です。消滅しました。蒸発して揮発しました。言えません。そう言われると何が何でも引き出したくなるんだけど。はあ、アオニーが野獣でケダモノなことをしようとしてます。普段ならさらに適当にバカなことを返していたんだけど、瞬間アゲハのあの時の姿が脳裏をよぎり、目の前のホタルはやはり姉妹、おまかけがかなり似通っているわけで、しない、するわけないだろう。思いっきり慌ててしまった。いや、そのアオニー、変。いや、だからあーちゃんと何かあったの？ないよ、何も、別に。ああ、全く信じていない目だ。回転、何のことか教える。だからアオニーも教えてくれる？それは、その、そういう取引はだね。ゴロゴロ、ベッドで転がったの。あの時、俺の部屋で？アオニーにギューってされた同じ場所で、思い出しながらゴロゴロ。そんなことしてたのか。はい、私は行ったので、次はアオニーの番。アオニーは、公平で誠実な人ですよね。恥ずかしいお話、私、したよ。私だけに言わせるようなことしないよね。アゲハに教わったのか、そういう攻め方。女の子のたしなみ。嫌なたしなみだな。男の子のたしなみはケダモノに変身？そんなのたしなむ国は世界のどこにもない。つまんないです。教われたいのか。アオニーになら。君、故郷の場ではやめなさい。ふぅと額の汗を拭った。いかん、完全にペースを握られている。これも俺の動揺から始まったことだ。気を取り直して。それにしてもこういう話ができるようになったか、ホタルも。なったよ、アオニーのおかげ。なんで俺の？女の子は恋をして成長するの。恋ね。昔は分かってなかった。あ、昔といえばこの前ここにアゲハと来た時。この辺、昔の秘密基地。ああ、そうだよな。やっぱり姉妹、同じ話を持ち出してきた。ま、俺たちの共通体験だから当然ではあるけど、取り壊されたの残念だったな。その跡地のここで遊んでるんだけどさ。楽しかったよ、あの頃。そうだったか？俺たちの遊びに付き合わされて大変じゃなかったか？そんなことない、楽しかった。あーちゃんと青鬼、マー君たち見てるの好きだった。そっか、それならいいんだけど。懐かしいな、壊されるとこ見てないからな。亡くなったっての本当には実感できてないんだよな。ホタルは見たか、秘密基地が壊されるとこ。あの青に知ってるよね。ん？どれだろう。壊される時のあーちゃんのこと。小首をかしげた。何かあったのか。聞いてない。知らないぞ。ホタルの顔面に見たことのない影が差した。焦り、怯え、失策に気づいた罪悪感、そういうのが入り混じったとにかく負の表情。待ってくれ、なんだ、何かあったのか。アゲハはもちろん、アンちゃんからもマサツグからも何も聞いてない。あったんだな。ホタルの態度ではっきりした。それって俺に知られたくないことなのか。ごめんなさい。
怒ってるんじゃないんだ。アゲハのことだよな。俺の知らないこと、何かあったってことだよな。アオニーが知らないなら、そうだよ。やっぱり、なんで教えてくれなかったんだ。ホタルは、こわごわと、しかしきっぱりと言った。あーちゃんが言ってないなら、私からはダメ。あんちゃんもマー君も言ってないのは、多分、同じ理由。思わず拳を握りしめていた。一年だ。俺がこの町に戻ってきてからもう丸一年が経っている。俺がいなかった期間の空白はもう埋まったと思っていた。なのにまだ俺の知らない俺に隠していたことがあったのか。みんなで口裏を合わせて。なんだよ。何があったんだよ。知りたい？ああ、知りたい。教えてくれ。じゃあ、一つお願い聞いて。聞くよ。今度一日デートしてください。え？デートって一緒にお出かけのあれだよな。はい、そのデート一緒に行きたいです。それは取引？はい、汚い手段です。でもやります。デートしてくれたらお話します。うん、いや、ダメだ。アゲハはもう俺にとって他人じゃない。その妹であってもアゲハじゃない女の子とデートなんてしちゃいけないんだ。ダメですか？ごめんな。わかりました。では別な手を考えます。おい、諦めません。そこは諦めてほしいな。ここは引いてはいけないと私の中の女が叫びます。どんな女だよ。ケツキックが得意そう。お前んちのおばさんじゃないか。しかもこの時間なら多分上の階の姫木スポーツで働いている。ああ、でもおばさんが宿ってるんじゃこっちが危ない。危ないのです。ですからデート。ダメだって。俺はきっぱり言うとホタルの頭に手を置いた。おにゃ、なんでな。では卑怯。おにゃ、かわいいかわいい。ホタルはとってもかわいい。いや、ずるい。ごめんな、デートの代わり。これで勘弁してくれ。まずアゲハに聞いてみるのが筋だから、それがダメだった時頼むってことでいいだろ。うん。顔面をふにゃっと緩め切ってホタルはうなずいた。はい、というところで、今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。